どうも、キスケです。今回はドラゴンククールを使っていこうと思います。はい。まあ、ドラゴンも強化されたので、まあ、使っていくと。コドラが確か強化されましたよね。で、このアンドレアルが、まあ、めっちゃ強化されてるんですよね。これ44やってんけど、5511スタッツ変わってるし、コストも1下がってるんで、ちょっと使えるかなっていう気がしてるので、ちょっと使っていこうと思います。はい。テンションやっぱいっぱい回したいなということで、まあナーフされちゃったんですけど、フォーズ採用してます。やっぱりまあテンション2は絶対上げてくれるっていうのがすごい心強いし、で、回復使いたいなって思ったら、このグレイナルのこれに変えればいい話なんで、このタツノコナイトも強化されてますよね。いや、非常にね、楽しみ。アンドリアル使いたいけどな。まあでもなんかその前に普通に、タツノコナイトからドラゴンバゲージとかブラックドラゴングレイナルこの辺でパワーでご利用して勝つことができればまあ使わんかなっていう感じやけど、まあ使えたら使えます。はい。で、英雄カードはビルドとなってますね。新しいイラストっすね。まあでも僕古い方のイラストの方が好きやからちょっと後で変えとこうわ後で変えとこうということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではライクマッチやっていきましょう。はい、マッチングしました。高校引いてベロニカですね。まあエステラも強化されましたよね。まあでもここはちょっと返そう。お帰り願って。おお、タツノコナイトいいぞいいぞ。タツノコナイトはあーかっけえ。このドレアムドレアムスレーブめちゃくちゃかっけえ。え、アグロやめてくれやー。アグロは。アグロはやめようぜ。オッケー。トションか。引いていく。まあ、アグロっぽいんで、ビルドからオアシスでも出して、ちょっと延命していく。で、こうなってくると、ちょっとフォズでね、そのテンションスキル変えちゃうのがあまり良くないんじゃないかなと思うんで、まあ、ちょっと考えようですね、正直。非常に悩ましい。ミラクルソード。悪くない。打つか？ミラクルソードあるんやったら、オアシスでオアシスじゃない。牧場でいっか。牧場にしよう。エンドボン。まあ4点食らっちゃうの痛いけど、ククールはやっぱ回復が強いんでね、まだまだ他のリーダーよりかは粘れるでしょう。何にする。パペットマンすごいなおいすげえな、むちゃくちゃやな。いや54か。54は嫌やな、すごく嫌。でも取れないでも取れへんねんけど。どうしよう、マジで困るわ、すげえ困るな。いやー、そうですか、俺は困った。まあ、まだ死なんよな。さすがに。まだ死なんでしょう。死んでくれるなよ。頼むぞ。ハエ男。まあ、ヘルスが高い。あー、エロスナイス。エロスはありがたい。めっちゃ嬉しい、エロス。ドレアムのスリーブめちゃくちゃかっけ。もうゴリゴリなぐらいやね。多分ロトやと思うけど、まあ、ユニット出した方が強いって考えたんでしょうね。メラグーストー、小僧で取っていく感じ。あー、ロトか、やっぱり。オッケーオッケー。じゃあそうだな、まあ、ハエ男でしばいて。あー、ダメか、あれ足らんな。ちょっと辛いんだが、ちょっと辛いな
どうするこれ、やばいんじゃない、走りトカゲ。あー、いやー、ちょっと厳しいかもしれん。火力高すぎる火力高すぎる。処理で、ここはまずエロスやね。回復エロス。いやー、多分まだ死なんと思うんやけどな。頼むぞ。15点はちょっと危ないっちゃ危ない、正直。はい、正直危ないっちゃ危ない。やべえっちゃやべえ。ふう、何にしようかしら。頼む頼む、許してくれ。ぶち回し、うん、かわいい。モーモン、今になったらかわいくないな。攻撃力全ぶっぱ、よろしく。怖すぎ。手札1枚か。まあ、唐突なリーサルはなさそうやけどな。多分。プチプリーストも出したい。俺のターンだ。ワイのターンや。はい。ちょっとこいつほんま早う。早う取っとかんとやべえ。早う取っとかんとやべえ。ミラクルソード。リーダー回復はマジで賢い。いや、走りトカゲにしよう。エンド。回復させてくれ。12点削れへんやろ、さすがに。いや、まだレベル3にならへんから、王女ないもん、まだ。いや、まだ猶予あるはず。王女救出使え。使え、使え。回復させい。あ、よかった。怖。怖すぎ。なんてことをしてくれるんだ。あ、使わへんのか。ひよってんな。使えや。行こうか。ひよりすぎ。アンドレー。アンドレー。あー。せやな。どうしようかな。いやー、むずいけど、テンションは上げたいよな。どうしよっかな。これ取っちゃうとさ、王女救出使われちゃうんですよね。しゃあないか。怖っ。うんこ投げよう。うんこ投げつけてやろう。いや、リーサルまだやろう。頼むぞ。多分まだやと思う。馬の糞。美味しいか。ベロニカ。ベロニカに馬の糞投げるかね。いや、とにかく耐えないと。とりあえず。耐えるしかねえ。オッケーオッケー。オッケー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 。悪くない悪くない。ただまあ相手の手札が4枚になってるから、ただうち1枚はうんこでしょ。厳しいかな。どうやろう。あと1回か。いやー、これはどうすんだ。フェイス、あと8点。メラゾーマ、王女の愛、あれで終わりか。いや、回復する手段が、ああ、まあ死ぬしかないけど死ねないから。厳しいなぁ、ちょっと。なんかアタック3のポンポコタヌキ出してくれ、ポンポコタヌキ。ダメですか？いや、ダメか。いや、あかんな。あかんな。これ多分負けやな。いや、そうか。
なるほどね。いや負けだろうな。負けだよな。負けなんだよな多分。まあしゃあないか、何もできひんもんな。はい、8点はもう余裕で死ぬね。はい、いやテンション上げとくべきやったな、プチプリスト出さんと。まあ失敗やったね。3点回復してればまあなんか変わったかもしれんもんな。メラミで死ぬもんね。いやダメでしたね。対戦ありがとうございました。おいおい、嘘だろ。はい、マッチングしました。アリーナですね。やっていきましょう。はい、タツノコナイト悪くない。気合い入れてくよ。そう、何アリーナなんやろね。アリーナ、舞踏家って何使うんやろ。全くわからんな。全くわかりませんね。アグロっぽい動きしてくんのかな。さっきアグロゼシカにやられたからちょっとトラウマやろ。アンルシア、あー、アンルシア。アリーナか。なるほど。何も思い出せない。俺のターンだ。うーん、おお、前列に出しちゃった。前列に出しちゃった。まあまあまあいいでしょ。死んで仕事するんだね。大丈夫でしょう。ニコスト、ただまあ3人って強いよな。ストレートパンチ。ん、なんやそれ。小突いただけかいな。ないか。残念、無念、無念、残念。マイエンド。まあまあまあいいでしょう。どんぐりベビー。どんぐりベビーも強えんだよな。1コス3人やからね。しかもワンドロー。条件付きやけどね。もう次、聖水使って、タツノコナイト出して、で、コスト1下げた、グレイナル、次のターン出して、みたいな感じで、もう、上に上にマウント取っていきましょうか。俺のターンだ。はい。ブラックドラゴン。取ってもいいけどな、別に。取るか。はい。パフルバッチサーチしてきて、うん。これでワンドローして、まあ試合は長くなるでしょう。はい、エンド、タツノコナイト強いぞ。強いぞ強いぞ。タツノコナイト2枚目出してもいいかもしれんな。どうしよう、すげえ悩む。うわ、相手もまあハッスル自身2枚目やから、俺もやりたいことするか。で、こっちアンドレ入ってるんで、テンションスキル回しても良さそうやな、正直。はい、アンドレー、うん、はい、コスト2コスト下げていく。まあでも相手もおあいこやもんね。
冒険者22でしょ、めちゃくちゃ強いから、こっちはもう防御体制で立ち回っていこう。6号タツノコナイト2枚、このセンターにグレイナル置きたいね。いや今のところは悪くないんだよな、今のところは。爆裂拳、はい、辛そうだねあなた辛そうだね。5コストグレイナル恐怖でしょう、はい、エンド恐ろしいでしょう、怖いでしょう。ただ竜装具つけちゃうとフォズが出せない。まあでもいっか、そんな都合よく引かないっしょ多分。前列へ移動されていく、ギュン、パフパフされて、パフパフはい、何点ダメ、7点か。いや死なんでしょ。シャ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 、うん、いやそら死なんやろなんでそんな呆然としてんの、そんな簡単に死んでもらったら困んねんけど。俺だって低コストドラゴンの火が吹くぜ。終わっちゃうね。いざやる。お、強い。全然マルチロケアしてないけど。11。そうか。どうしようかな。魔物使い。あー、ブラックドラゴン、はい。で別にこれ死んでいいから、死んでドン、はい。で、でよ、あー爆裂剣で死ぬな。まあでもいっか、別にまあ別にいっちゃいいよな。どうしようかな。魔物使い。パワフルバッジなんかあったっけ？他に。なかったよね。じゃあまあ、ちょっと回そう。はい。うん。エンド。ボン。ヒートギズモ。まあこっからなんでね、うちのパーティーは負けてらんないっすよ。アイデア冒険者、ドラゴンを狩る冒険者、こっちは冒険者に立ち向かうドラゴン。いいじゃないですか、いいじゃないの。でかいなおー、7か。どうする、まあでも相手の HP16 やからさ、普通になんか削れそうではあるんだよな。すごいな、すごいね君、めちゃくちゃ上げてくんな。マルチロー、うわケアしとるケアし始めた、クソ。まあ別に倒してもいいけどな、普通に。
先流装具の方がいいか。グレイナルの確率上がるもんね。見せてやる、見せてやるぜ、俺が真の力。どっちにしろぶつかったら死ぬから先にテンション回しておく。グレイナルやったらテンション儲かるんでね、これで。さあ、ナイス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 。そういうこと、そういうこと。うん、時間も少なくなってきたし、はい、さらに回しちゃうよ。エンド、地獄でしょう、苦しいでしょう。英雄流の祝福、祝福。さあ何でしょう。グレイナル2枚、やばすぎ。笑ってる。そら笑いたくなるわ、気持ちええもんこの盤面。まあ前列やけどさ、別に大丈夫っしょ。なんならこっからどんどん出てくるから。でここでグレイナル2枚引いたことによって、さらにこのテンションスキルでの抽選でグレイナル引きやすくなるから、もういいとこ尽くし、悪いところがない。姫様、今日も麗しい、麗しい、ベタボレで草。57やばいよな。うわー、もう延命うぜえ、延命うぜえ。そうまでして生き残りたいのか。火ダメマイナス2、まあ普通に倒せるか。大鶏、俺のターン。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、問題ないさ。終わりだ。バゲージ後ろでいいや。はい、これでまたテンション上げて、いや違うか、また回んのかこれ。やべえやべえ、止まんねえ。ボーンボーン、止まらん止まらん、止まりやせん。もう勝ちやろこれ。なんかあんのか、ブオーンとかかな。けどあんまり相手テンション回ってないですよね。ここで図書館ドンと立てておこう。エンド、テンション回りすぎ。いやあれ欲しい、アンドレアル、ナイス。ここよ、来た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 、さらなる絶望をお前に与えてやろう。ここで諦めてしまってもいいんだぞ。やべえ、2コスト後方で、次も多分テンションスキル回るから、グレイナルどっちかは残ると思うんだよな。今なんだい、あたいの助けが必要かい。己の力を最大限に、最大限に引き出すんだよ。うん、一体は残ると思うんだけどな。どうなんやろ、残らんのかな。うるわしい、本日2回目。まあリーダー守っていくか。てか2778ってやべえな、どえりゃ数字ですね。一体は残るよね。勇者の使命を果たします。はい、早くしないと終わっちゃうわ。灼熱、うん、ほんで特訓場、オッケー、残ったね。まあ火ダメに入ってるんで、まあ、リーサルはないとして、こっからこっから。本当に恐ろしいのはこっからよ皆さん。なんかどっかぶつかってもいいな、なんか邪魔やな笑い袋。アンドレアル召喚、これでグレイナルでテンション上げて、ボーン。こんなところでテンションアップ。
まあ回すか。はい、英雄流の祝福、祝福。あ、やべえ、溢れちゃうわ溢れちゃう。アンドレアルが無に返ってる。まあいいか、しょうがないよなしょうがない、パンパンになっちゃったよ。時間も少なくドーン、さっさと終わらせる。ほんと神も仏もありゃしない。ありゃしないね。開けとくか開けとこう。はい、さあ盤面が2枚空いたんで、アンドレアルがとんでもないことになるんじゃないか。さあもう耐えきれまい、地獄や地獄、この盤面やばすぎる。どう対処する。また出てくるからねまた出てくるからね、ほんまにびっくりするよな。まあ取る手段、一番取りたいのは、まあ、グレイナルだと思うんですよね。ただアンドレアルも放置しちゃうとドラゴンを生み出す機会になってしまうんで。真空蹴り、なるほど。こうやってドラゴン倒してくれるとさグリーンドラゴン出てくるからすげえ楽しそう。うわ、やべ、やめてくれ。ああ、アンドレアル回避、なるほど、うまいやん。終わっちゃうよ。リーサルやねんけどリーサルやねんけど、はい、勝ちですね。いやー楽しかったすげえ楽しかった。パンチパンチ、はい、マルチロ。じゃあな、仕方ない、さっさと片付けるぞ。クール、神の裁きを受けるグランドクロス、はい楽しいはい楽しい、対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はドラゴンククール使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあパワーがえぐいっすよね。やっぱりグレイになるからもうどんどんドラゴン出てくるし、でその出てくるドラゴンもさ、タツノコナイトステータス上がったし、弱くないんですよね。どれもどれ出てきても強いから、非常にね、なんかパワーでねじ伏せたいなっていう気分の時はすごいおすすめのデッキになってます。はい、めちゃめちゃ楽しいです。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。The Bay while you're alone. This girl's the one.